お前は今月の妹狐、わしを追ってきたのか。見れば満身創痍ではないか。一体何があった。お社から面を持ち出したことがついに露見してしまい、姉様は囚われの身となりました。老人の使いが山を取り囲み、すぐにも旦那様を捕らえに参りましょう。お逃げください。いずれに隠れ忍ぶとも、もはや逃れぬ天の穴。一族のしきたりで裁かねばならぬのは残念でなりません。されどこの辺りは仏様のお膝元、院の獣の我らは滅多なことができません。手向かいなされば我らに代わって村正をも使いこなすおぼろ流の喜助様がお相手となりましょう。何を好き好んで妖刀の虜となったのかは知りませんが、悪行に組みするそちら様も観念して刀を捨てられません。金菊に劣らずいい女に化けておるではないか。これほど美人の松もの声はさぞかし心地よく響くだろうて。忠告をお聞き届けにはなられぬようで残念でございます。旦那様、申し訳ありません。見つかってしまいました。お社の宝を持ち出した罰に通力を奪われ、ただの狐に戻されまする。どうか置いてお逃げください。ずいぶんやられたな金菊。心配はいらん。狐相手どうということはない。すぐ助けてやる。あれは温泉で出会った、あの子も恐ろしい剣を使うというのですか。何かの間違いに違いありません。お主ら顔見知りか。温泉でわしが見ておらぬ時に出会うていたとは、世間は狭い。気になる殺気を放つと思えば、我が師千住の剣の気迫と同じ魂を移して浮世に居残ったか。殺したはずがお互いしぶといの。あの幽霊が言っていた弟子というのはまさかおめえか。この俺がすっかり騙されちまったようだ。この小僧別人か。いや、この殺気間違えるはずはない。